新年明けましておめでとうございます。昨年は本当にお世話になりました。たくさんの応援本当にありがとうございました。今年はその皆さんのご期待にしっかりお応えできるようまた、気合を入れてですね頑張っていこうと思っています。今年ずっと愛媛県下でまたふれあいトーク、固く言うと国政報告会かもしれませんが、要は皆さんのご意見やお声を聞かせていただく会ですね、ふれあいトークを開いてまいりますので、ぜひぜひおいでくださいませ。そしてたくさん宿題をいただくと燃えるタイプでございますので、またご意見やお声や託していただきたいな、託していただけるように、また頑張りますので、今年もどうぞよろしくお願いをいたします。新たなポストも作っておりますので、よかったら貼ってください。今年もよろしくお願いします。